どうなのいい点ついてたよ結構。 はい、皆さん、こんにちは。突然です。本日はブルーピリオド。こちら見ていきたいと思います。よろしくお願いします。えー、前回からね、予備校の仲間がたくさん出てくる展開になりまして、まあ、その中でヨタスケっていうね、まあ、天才少年、さらにはその同級生であるハルカっていうね、三つ編みの男の子も出てきまして、まあ、一緒に美術館したいね、仲良くはしているもののね、やはり実力の差っていうのを見せつけられたわけなんですけども、それでも矢口はね、前を向いて今頑張ろうとしている中、まあ、今回コンテストっていうことで、まあ、森先輩の絵ですらっていうね、そういう 頭にはよぎっている状況の中い矢口がどんな作品を出品していくのか作っていくのかここら辺で楽しみにしながら見ていきたいと思いますとりあえ皆、ー、さんも録画したものもしくはビデオの動を使って一緒にお楽しみください簡単なごんなさまの小本編スタートですよろしく頼むぞ三、二、一。さあオープニングからだね 前回はさまさかの,あのリュウジのねあのジェンダー的なお話も、まあ、中心に入ってきていてこれからもねあのリュウジの恋愛問題ジェンダー問題っていうのがこのブリューピリオドの中では、まあ、一つの柱として描かれることになるのかなと思うんですけども、まあ普段ね、まあ、日本で生きているとそんなにねあの LGBT とかトランスジェンダーって考えることがないので。 まあこの作品通して、まあ、普段考えない分ね、いろいろこのリュウジ君のその境遇を見ながら考えて発言はしていきたいなと思います。いやそして今回はそのコンテストね。この仲間たちが、てかさ、このヨタスケだっけこの子も東京芸大に行きたいんだよね。だからライバルとしては強烈だよな。で、今さ、この、 矢口の周りにいるやつだけでこんなことになってるけど芸大東京芸大に来た人なんてさまたこの今出てきてない中でもこれからライバルとかはどんどん登場してくるみたいな感じになるのかなそのコンテストとかを通してさでかいコンテストを出してなんかその会場に行った時になんか西の誰とかさ東のうんちゃんとかさ、まあ、そんな言い方はしないけどそういうライバルも出てくる気がする。 うん。あ、そしてこの先生。みんなね、魅力的なんだよね。先生が。うん。我々はどこへ行くのか。いや、芸術家はまたあれだよね。明確なあれがないから、難しそうだよね。まあ、クリエイター全般にいるのかな。 名画、うん、人の心を動かせるかどうかそんなことはないあ構図 <laughs> そういう話でした <laughs> 失礼しましたうんテーマうん四隅まで ほうあまた出てきたあの絵がこれ実際の絵の許可はもらってるんだろうねこうやって使えるってことはいくらくらい払ってんだろう野暮な話うん参考にしたいうん確かに三角ああ確かに ほう。マジで <laughs> やば <laughs>、うん。え、なんかそれを知りたくないな、俺は。絵を楽しむにあたって、あんまり <laughs>、なんか、計算的な感じで見ちゃうな。今までナチュラルに見てたけど。まあ、けど、これはこれで知っとくと楽しいのかもしれないけどね。僕はなんか感情的に、 自分の直感で楽しみたいからな。やっぱそういうこと考えて書いてるんだね。絵描いてる人も。<laughs> そりゃそうか。おいや、頑張ってないうーん。また模写ってるのか。うーん。うーん こう奥行きを出してるんじゃない？視線誘導。漫画とかもまあそうだよね。うん。勉強になるね。いやー、そういうことなの。うーん。 この二人この与ケ助君がすごい癖があるんだよねでいつもなんかチェックのシャツ着てるねうん佐々木クラス松尾クラスまた別の人がいるのかな新しいキャラあーあの女の子うん あの家エリート家族だってねああちょうど出てきたよんああまた癖の強そうな子がいっぱいいるいやこの子すいませんど、ね、ンって入っちゃったからいやー いろんな人がいる5枚ああ最後の絵なんだ自分が好きなのではないのね頑張れおするなそうほんとひるむなうんまた手が動くのかえ ええー？もう自由。テープ、いや、もうみんなちょっと独創的。いや、型にはまってないみんな。もう一通りやってきたからこそのあれなのかな。だ矢口もそのやっぱ青に染まってくんじゃないの 何このこともしかしていい感じになるとかそういうこともあんのかな <laughs> そうなの <laughs> うんまああの場はね結構空気重そうじゃない <laughs> うんへえー、まあカロリー使うのかな 思ってる以上に頭使って。うん、俺もそんな感じだったわ。イメージ。うん。気遣っていうか難しそうに見える。もうさっきの見た目で。うん。もう正直この2人のビジュアルでもリアルにいたら近寄りがたいかも。<laughs> <laughs> まあ、バンクシーの絵とかもね祭壇された絵が最高値みたいなことやってたもん23日前ニュースでうんいやほんとそれは思う見に行っててももう描く人のあれで全然違うもん でなんでこの人ねがこんな値段すんのってのいっぱいあるじゃん。わあできたの終わったのかもう期間は。えすごいやばあこれ先生たち。あや矢口。ああ8ついてるよ。えってか結構上の人たち4とか多かったのに高くね今の人。メガネのおっさん高評価じゃん。 うん、いい順いやどうなのいい点ついてたよ結構これいや違うのかおおあれやばっあっ口すごおおやったねけどまあそこで満足してたらダメだぞきっとああ下段うん おー一番さ <laughs> すがっすいやマジかだねうーんいやそこに素のに喜べるところがすごいねえな、うん、何それ そんなのむしろ知りたくなかったね。いやー、じゃあみんな1位目指してなかったのかあ、そう、けど、まあ一生懸命やってるよね。うん。うーん。よ、たすけ。いや、だって点数高かったもんね、数字。 だからほんとキャリアなんて関係ない部分はあるよなあらららえああそうなっちゃういやけどなんかえ知らないのうんそういうこと 確かに何かこうやって固められちゃうのもどううかと思うよ、ね、うんテクニックがまたね教わることによって良さが失われちゃうのも怖い気はするな本当の天才とかは一人でやってた方がいいかもねもうそれならもう東京芸大なんか行かなきゃいいのにって思うけど。 うん,うん意外とくればうんはあ焼き肉なんだしかも <laughs> 二人っきりになっちゃったけど何を思う うーん、そうね。答えがあるからね。あだからこれが今回のタイトルになるのか。いや、掴めるものがないもんね、本当に。自分を信じるしかないよな。いや、もう本当に。それ。もうずっとそれ頭をよぎるだろうね。え本当に来なくなっちゃったの トトイレットペーパーああ先輩たちっていうか美術部の人うーんやっぱ学校で特色はあるんだろうねあっ好きな先生佐伯先生だっけ合ってるうーん あ,あそこで絵でわかるんだううんん龍ジは何聞いてんのかな寝てんのかなどっちかね 難しい <laughs>。芸祭ああそういうこと。いや、言っとこうよ。ん何まだあれちょっと落ちちゃってんのうん。本当に一人かな けかもしかして違うえああいつものいや忘れかけてたよあなたたちをうんけど最近あれだろうな絵に夢中になってたから逆に嬉しいんじゃない一緒に入れてきっと寂しかったんじゃないかな矢口だけが一人なんか自分の道に向かって突っ走ってっちゃうの 焦っちゃううだろうね友達とかそういう人いるとうんいや面白そう美大の文化祭なんかオリジナルのあれだねほんと一品とかがあっていやいや普通だからねあなたたちは高校生なんだから なんで酔っ払ってるようになってるけど、お酒でも入っちゃってんじゃないどういうことそういうこと。コーヒーで酔うって。いや、本当にそんな酔っちゃったのうん。絵は見たのかね なんか憧れの先輩とかできちゃうパターンかな。ここで出会いを果たして。んおばちゃん。あいるじゃん。うん。え、もしかしてヨタスケのお母さんかなんなことはないか。あ <laughs> やっぱりヨタうー、まあまあすげえいい人そう。 疲れちゃってあーお母さんと一緒に来ててねお母さんいい人だねだから与お母さん誘ってたのかなとてもお母さんが「行きましょう」って言ったのかねいやーマジで俺には意味わかんないものも9割くらいありそうだ いや,やっぱこういう文化祭に来る人はそういうのが好きな人なんだろうねえ面白そうしかもタダで見れるんでしょ文化祭だからこんなものかっていやむしろ有名な人の絵見て全部見て何を言いたいのか分かるんだったら逆にすごいけど。 ペンギンギみたいむしろかわいいヨたすケくんはあれだろうねなんか世界がこう狭そうだね <laughs> えり好みがはっきりしてるというかうんああ刺激されてるんだ 今のを見てのあの音楽、音はなんだろう、ね。うん。なんだ。うん。え。それを言うの、わざわざ勇気振り絞って。ああ。そういうこと。それで毛嫌いしてんの。 何でも持ってるっててるうーんそんなね矢口のことよくも知りもしないで確かにリア充っぽく見えちゃうんだろうけどね1話から見てるうちらからしたら矢口もっていう感じするけどねうーん泣いてるうーん いやいやいやえー、そんなに響いたんだ絵にすっごいそう思うんだそれは行き着かなかった 矢口すごっうんなんかすごい描けそうじゃないもう乗ってるんじゃない乗りに感情がこの絵うん殺す えー、こんな気持ちで絵に迎えるなんてあっどうなのあっこれ描いたのやばいねもう爆発してるね <laughs> うーんいやーもう逆に踏ん切りついちゃったんだうーん死後 うんうんえちょちょちょいちょいなんじゃそりゃうんあ,あそこねあもうじゃあもういろいろ考えすぎちゃってたね。 あのじゃあ、下手なジンクスとかももう、桑名さんに教えてあげないと。うん。やばっねえ。ほんと、いい先生ばっかり。頑張れ。けど、あの絵は特にあれなんだね。あれで終わりなんだ。もっと何かあるかなと思ったけど。 えそういうことまた来んのかと思ったのに <laughs> 見抜かれてる意外とこうやって言えるとこはあれだよねお助けもすごいけどねああほんとにいなくなっちゃうんだ いやここで戻ってくるのかと思ったのうんいやー俺先生だったらめっちゃ気になっちゃうなあんなのいやーほんとこれ先生めっちゃ大変 しかもそのアドバイスが相手を生かすか殺すかっていうさ、あれもあるじゃん。うん。まあこれくらいの心構えというか気持ちで迎える人たちじゃないとできないね、こんな先生は。<laughs> 俺には無理だ <laughs>。いや、終わっちゃった。ああ、けどこれで夜助けは本当に、これからは、 もうあの予備校には出てこないんだねだから自分の道を進んでいってゆくゆくやっぱ予備校じゃなくて東京芸大の試験かなんかで再開する流れなのかなそれともあの橋田くん通して橋田遥通してまた3人とかでつるむみたいな機会はあるのかもねけどなんかあの泣きながら書いてたじゃん矢口が。 あの絵の向き合い方とあのやお助けに言われた後の言葉の捉え方というかそこからの,あれの考え方っていうのは矢口やべえなって思ったそんな考えに行き着くのっていうねあれはちょっと矢口もやっぱ常人じゃないなっていうのをなんか片りみたいなのを見たね 普通だったら青は捉えないと思うんだよなあの言葉をいや面白いいや頑張ってほしいね2人にはまあ、2人というかもうみんな見てきたからみんな頑張ってほしいんだけど桑名ちゃんもねあんま落ち込まないで変なジンクスとかもねもうむしろ自分の力で打ち破ってみろよっていうところだよね はいというわけで今回ね v ブル o ピリオド見させていただいたんですけども、えー、皆さんも今週のエピソードに対する感想だったり僕のリアクションに対するコメントをお待ちしております以上動画をお届けし,しましたバイバイ